夕焼け、吉野博士。いつものことだが、電車は満員だった。そしていつものことだが、若者と娘が腰を下ろし、年寄りが立っていた。うつむいていた娘が立って、年寄りに席を譲った。そそくさと年寄りが座った。礼も言わずに年寄りは次の駅で降りた。娘は座った。別の年寄りが娘の前に横合いから押されてきた。娘はうつむいた。しかしまた立って席をその年寄りに譲った。年寄りは次の駅で礼を言って降りた。娘は座った。二度あることはという通り、別の年寄りが娘の前に押し出された。かわいそうに娘はうつむいて、そして今度は席を立たなかった。次の駅も次の駅も、下唇をキュッと噛んで体をこわばらせて、僕は電車を降りた。硬くなってうつむいて、娘はどこまで行ったろう。優しい心の持ち主はいつでもどこでも我にもあらず受難者となる。なぜって、優しい心の持ち主は他人の辛さを自分の辛さのように感じるから。優しい心に責められながら、娘はどこまで行けるだろう。下唇を噛んで辛い気持ちで、美しい夕焼けも見ないで、おしまい。補足。作者は山形県出身で、日常の分かりやすい言葉で人間の優しさや真実を詩で表現されています。この詩では娘が自分を責める優しさを辛いと感じていることを表現しています。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。